鉄を作る工程ではスラグが発泡膨張して起こる吹きこぼれを防ぐためフォーミング抑制剤が使われています。近年新しい製鉄工法への切り替えによってより多くのフォーミング抑制剤が必要になっています。しかし主原料である製紙スラッジのさらなる入手が難しい状況にありました。そのため少ない使用量で効果を発揮する高性能なフォーミング抑制剤の共同研究開発を行いました。リックスと福岡県工業技術センター化学繊維研究所の研究チームは、さまざまな産業廃棄物の成分および熱特性を調べ、キッチン台や洗面台などに使われている人工大理石が原料に優れていることを見つけ出しました。さらに研究チームは人工大理石の破砕条件、原料の混合比率および製品の圧縮条件を検討することで十分な強度を実現し、各特性のバランスに優れた高性能なフォーミング抑制剤を開発することに成功しました。また高速度カメラやガスセンサーを用いた評価装置の開発により、これまで難しかった試作品の性能を目視で比較検討できるようにしたことで、製品開発のスピードを飛躍的に向上させました。廃棄物である人工大理石を用いて高性能なフォーミング抑制剤を開発することに成功いたしました。この製品は従来品より2割程度少ない使用量で済むとの評価をいただいております。今後もお客様の要望を反映した製品の開発を進めてまいります。